はい、参加者の皆さん、ゆっくりバスから降りてくださいね。まもなく今回のミステリーツアーの目的地に到着します。天狗さん、はい、もう着いたんですか？着いたんですよね。皆さん、もう着いたみたいですよ。楽しみだわ。田中さん、今回のミステリーツアーは初めてですか？なんかミステリーツアーっていうか、私旅行というものをほとんどしたことがなくて、私千葉で生まれ育ったんですけど、私千葉から出るのが30年ぶりなんですよ。おお、千葉ですか。いいところじゃないですか。でもいいとこなんだけどさ、観光地に生まれちゃうと旅行というものほとんど縁がなくなっちゃってね。私今回集合場所の東京駅に行くのもドキドキしちゃいましたわ。そうですか。旅行サイトいろいろ調べてみたんですけど、やはりこのミステリーサイトが一番ワクワクしましたわ。やっぱり旅行先の最初に知らされることなく私たちは連れて行かれる。ワクワクしちゃうわ。そうですね。それでさ、このカメラ20万したの、今日のために買ったのよ。20万ですか、このカメラ。そう。写真いっぱい撮らないとダメですね。バンバン撮ってくださいね。バンバン。わかりました。ありがとうございますね。今日はたっぷりと楽しんでいってください。はい、では皆さん、まずは最初の到着地に到着いたしました。じゃあ目隠しを取ってください。おほほー、では顔を取っちゃったわ。でもまだこれはこんなことはね。最初の目的地に着きました。最初の目的地は千葉です。千葉だ、地元じゃない。ここはもう千葉の絶景ポイントです、ポイントですからね。もうしっかり写真撮ってくださいね。バンバン写真、田中さんバンバンですよ。私、はい、いいですよ写真。あ、いいんですか。あ、そうですか。じゃあまず最初の見学地に移動しましょう。見学地はあちらの美術館になります。じゃあ行きましょうね。田中さん、どうしたんですか。あそこ、私の職場よ。職場、田中さんの職場ですか。いやー、皆さん聞きました、その田中さんの職場だそうです。すーばらしいところで働いてるじゃないですか。いやー、いいですね。天井員さん、はい、私、さっき千葉出るのが30年ぶりだって話しましたよね。あ、まあ、私どういう気持ちで聞かれてたんですか。どういう気持ちでですか。私、もうね、もう本当さ、あなただって目的地最初から知ってたわけですよね。まあ添乗員ですから。だったらどうして私が話した時にこのことを最初に言ってくれなかったんですか。田中さん、何、私はプロですよ。だから添乗員がミステリーツアーの目的地をお客さんに話しますか。例えばマジシャンがお客さんにネタを見せますか。アイドルが辛い顔を見せますか。なんで私が怒られてんのよ。じゃあ次の目的地に移動しましょう。次の目的地は、あ、そろそろお昼ですね。まずはお昼ご飯ということで、今回はあそこのお蕎麦屋さんをご用意しました。あそこ私の実家よ。実家。皆さんお聞きになりました。あそこ田中さんの実家だそうです。いやー、すごいじゃないですか。天井員さん、はい、私はね、このツアーのために39,800円も払ったんですよ。なのに全然行かれるのは地元で、直売で実家もどうなってるんですか、あなた。これどういうことなんですか。次どこに連れていくつもりですか。まさか私の母校、私の学校、ひょっとしてカソリカですか。どういうことですか、これは。いや、次はですね、田中さん、アップルパイのお店です。アップルパイ、千葉に、今千葉で一番美味しいアップルパイのお店です。千葉にアップルパイのお店ってあったんですね。行きますか。はい、行く、私アップルパイ大好きなのよ。じゃあ行きましょう。どこどこ。